との応酬が話題になってましたが、で、まあ、中国語伝説してあったんで、そのインカムでこう聞いたら、その時にあのニュークリアコンティミネイテッドウォーターという言葉を使って、要は核汚染水という言葉を使ってあの日本を批判してて、でなおかつ国際社会の懐疑的な見方が、広まって、関係国の人々の強い、反対があるにもかかわらず日本が海洋放出に乗り出そうとしているという、あのとんでもない、それは嘘ですよね、間違いですよね、まあ、そういう発言があったんで、まあ、むしろあの私の演説の中でもともと入れていたあの関係、あの本当に幅広い国々のご理解を得られているということの演説に加えて、嘘やないと、まあ、IAEA に加盟しながら、あのその科学的根拠のないことを言ったり、間違ったことを言ったりですね、それから、まあ、極端な輸入制限をかけているのは中国だけやというのはどうしても言うときたかったなと思ったんで、まあ、それをもうその場での判断になりました。